何があったんだい？母ちゃん、俺、友達を助けてやりたいんだよ。でも、どうしたらいいのかわからないんだ。もしもし、母ちゃん？もしもし、やった！天国？残念。スラムの教会。ん？天使？私、エアリス。君、降ってきたの？あ？びっくり。あんたが助けてくれたんだ。別に。もしもーしって言ってただけ。本当にありがとう、エアリス。お礼、ザックス。なんかお礼しなくちゃな。いいよいいよ。そうはいかない。お、なあ、デート一回行ったのは？何それ、バッカみたい。え、はあ、ストップ。お花踏まない。なんだ？花あったら気をつけるでしょ、普通。悪いな、普通じゃないんだ。あれ、花なんて珍しいな。ミトガルじゃ高級品だぜ。ここだけ咲くの。うちの周りに植えたのも元気に育ってる。俺なら売って金にするね。ん？ミトガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい。ミトガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。考えたことなかった。あっちのドア。もう行くの？じゃあもう少しお花見ていく？いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろ。うん。え、お、ここってプレートの下だよな。5番街、スラムか。うん。
向こう行けば町人たくさんいるし、上へも行けるよ。へえ、じゃあ町まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ案内よろしく。じゃあ行こうか。スラム街の連中の大半は心の中じゃシンナを嫌っているんだ。そりゃそうだよね。だってシンナの人間はプレートより下のことは気にしてないんだから。町まだ先だよ。ここら辺にはプレートの上の奴らが捨てたものが落ちてる。まあんたらにとってはゴミかもしれないが、俺たちにとっては大事な収入源さ。町まだ先だよ。モンスター。お、出たね。ザクス逃げよう。平気平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる。はいはい、危ないから下がって。アクティベイティングコンバットモード。おしまい。コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、頼もしい。強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックスどうかした？いや、さあ行こうか。あれ、かっこよかっただろ。わからん。褒めて、讃えて。ほら、ザックス、行こう。って、もしもし。スラム街出身の人ってね、大抵二つのパターンに分かれるの。シンラを憎んでいるか、憧れているか。私は後者ね。いつかシンラの重役を捕まえて、華やかな生活を送るの。あ、待って。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。もちろん、大勢暮らしてるんだからね。あのゲートの中マーケットなの。お店いっぱいで楽しいよ。ここは5番街スラム。扉を開ければマーケット、ストリートを抜けたら教会に行けるよ。反対側の瓦礫の向こうは6番街さ。すぐ近くに公園がある。マーケットはこっち。スラム珍しい？なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。訳あり。空怖いんだ、吸い込まれそうで。
変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。そうだ、俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない、エアリスだってきっと気に入る。珍しい？あ、待って、へえ、面白そうなところだな。少し見てく？お、あ、ごめん。気をつけろよね。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの？財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ？あのガキの名前？うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはず。ねえ、私探してくる。ザックス、ここで待ってて。うん、分かった、待つけど俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み、ぎったり説教してやらないとな。限界、なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーノ探すぞ。あっちに行ったよな。ただいま数当てゲーム準備中だよ。マテリアのことなら当店にお任せ。一級品から半端ものまで揃えてるよ。わしは世界中を旅して回っている大工だ。うん、ここに材料を置いているが、盗んだらいかんぞ。大切な人へのプレゼントから普段使いの定番ものまで、アクセサリーならうちで揃えていきな。あら、誰か探してるの？そこの出口はプレートの上に行く道よ。そこから出て行ったかもね。お兄ちゃん忙しそうだね。貴様！
あ、いえ、何でもないです。自分はパトロール中の新羅兵です。え、子供？大通りに出なかったかって？さっきから誰もここのゲートは出てないよ。いらっしゃいませ、アイテム屋です。ここから出たとか？なあ、あんた、こっちにガキが走ってこなかったか？男の子。男の子？さあ、こっちには子供はまず来ないよ。そうか。財布でもすられたか？え？ここじゃよくあることだ。でも犯人探しは一人では難しい。町の連中に頭下げて手伝ってもらいな。それもそうだな。よし、適当に声かけて頼んでみるか。情報？さっきアクセサリアの近くを慌てて走ってる子を見かけたわよ。ちょっといいか？人を探してるんだ。ブルーノっていう男の子なんだけど。うん、その子を知ってる。お兄ちゃん困ってるんだね。私が連れてきてあげる。本当か？それじゃあここで待ってて。わかった、よろしく頼むな。もう限界。一体どこまで行ったんだよ。おい、そいつは俺の財布を。ああ、もう声かけるから。せっかく捕まえるとこだったのに。逃がそうとしてたんじゃないのか？ひどい。疑うの？頼むよ。もうザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？まだだけど。待ってて、ごめんね。お兄ちゃん忙しそうだね。貴様。あ、いえ、何でもないです。自分はパトロール中の新羅兵です。ちょっといいかな。ブルーノって男の子を探してるんだ。こんな子なんだけど。見てない。や、見たわよ。本当か？あっちへ行ったわ。あっちか。そうそう、ずっとそっち。ああ、ありがとな。ってそっちにいるじゃねえか。
もういねえし。お姉さんどういうこと？騙したわけじゃないのよ。私すごく目が悪くて。頼むよもう。エアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か？もしかしてさっき俺の財布盗んだのお前じゃないか？ひどいな。俺さっきからずっとここにいるだろ。違うか。悪かったな。本当悪かった。いいよ、財布を盗まれたんだろ。犯人探し俺も協力するよ。それじゃあ俺の持ってる情報と兄ちゃんのポーションを交換しない？情報屋かよ。ただってわけにはいかないもんな。その代わり何でも知ってるぞ。毎度あり。ほら兄ちゃんの後ろにいるぞ。何？なんだよ、もういないぞ。じゃああいつが行きそうなところを教えてくれ。ん？今情報を教えただろ。もっと知りたいならアイテムもう一個だぞ。なんだよそれ。毎度あり。あっちほら。本当か？っていいね。まさか今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。はい言いますよ。次の情報知りたい？毎度あり。あっちほら。本当か？いいね。まさか今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。はい言いますよ。次の情報知りたい？毎度あり。あっちほら。本当か？っていいね。まさか今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。はい言いますよ。次の情報知りたい？んなもんいるか。頼むよもう。そうわかった、また来るね。あエアリス。ザックス。ブルーノいた？ううん、まだ。でも絶対見つけるから待っててね。あのさ、ちょっといいかな？なんだい？財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。どこ行きやがった？いやがった！なあおじさん、そいつだ、捕まえたよ。くぅ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いやあれを使われちゃ追いつけないよな。あんた追っかける気なかっただろう。やだな、そんなことないって。頼むよもう。ザックス。あエアリス。ブルーノいた？あの子足速くて。ちょっといいかな？いらっしゃい、プレゼントかい？いや、買い物じゃないんだ。なんだ？財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？
こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる、よろしく。ったく、どこ行きやがった。嫌がった。なあ、おじさん、そいつだ、捕まえたよ。おうおう、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや、悪いな。俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ、もう。エアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。エアリス、どうよ。ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか。でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？ハンタハンタ。じゃあ協力しよう。うん。でも手がかりがないんだよな。ブルーの何か買うならまだ街にいると思うんだ。そうか。じゃあエアリスはここで目を光らせる。俺は街を一回りしてくる。そういうことでよろしく。ここ任せて。しっかり見張ってるね。おっしゃ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス。で、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ。兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ。エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね。うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。本当？俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫。俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってるよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。
公園、そこのゲートから行くの。ザックス、気をつけてね。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。公園からモンスターがワンサカ現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベイティングコンバットモード。はっ、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 この財布だな。中身も無事だよな。うわっ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな、兄ちゃん。ザックスだ、盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃん、お金俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ、俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから困った時ちゃんと相談して。分かったよ、ちゃんと相談する。じゃあ兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろ。あれ、気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。
Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. かかってこい。Combat mode.Activating combat mode.Conflict
Activating combat mode. Activating combat mode.Activating combat mode. かかってこい!
Activating combat mode. Activating combat mode. ホランダーのやつ、どこ逃げたんだ？見失ったようね。シスネ。ああ、なかなか厳しい。せめてタークスが一緒ならね。一緒は無駄ね。手分けして探しましょう。行くぜ！とっておき！タークスなら勝てる。よーし、燃えてきた！Resolved. おっしゃActivating combat mode. おっしゃ Complete resolved.Activating combat mode. Conflict resolved.
Activating combat mode. Conflict resolved.ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ先月のお前のデータだ。よっしゃ覚悟しろ先月の俺。あれまるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。後悔すんなよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。
Activating combat mode.よし、モンスターは全部倒したみたいだな。お宝、お宝。お、あった。どうぞ、秘密のお宝求め。二つ、ふるさと後に大活躍。三つ、みんなに夢を届ける。お宝ハンター、ここに水産。お前、ウータイにいた変なガキ。美人お宝ハンターに引っかかったな、このスケベソルジャー。引っかかってねえし、スケベでもねえ。俺はザックス。もしかして、お前迷子か？家まで送ってやろうか？迷子じゃない！ウータイ復興のため、あんたのお宝全部いただくよ。覚悟！なあ、お前やっぱ迷子なんだろ。素直に言えよ。お宝ゲット、俺が泣かせた。悪いことしちまったかな。もうちょっと調子合わせてやればよかったか。で、あの子は一体誰なんだ。Combat mode. Combat resolved.
邪魔すんな。モンスターは全部倒したみたいだな。お宝お宝。お、あった。やられた。よし、モンスターは全部倒したみたいだな。お宝お宝。お、あった。マジかよ。やられた。
Activating combat mode. かかってこい。Resolved. おっしゃCombat mode.Activating combat mode.Conflict resolved. よし、モンスターは全部倒したみたいだな。お宝、お宝。あった。またかよ。そう、あのガキ。Conflict resolved. Oh, shit!
Activating combat mode. Conflict resolved. Oshimai! モンスターは全部倒したみたいだな。お宝お宝。お、あった。よっしゃ。
あのガキ、泣かせたから悪いと思って付き合ってやりゃいい気になりやがって。今度会ったらただじゃおかねえぞ。Activating combat mode.Activating combat mode. かかってこい。はっ。Conflict resolved. おっしゃ。Activating combat mode.Activating combat mode. 邪魔すんな。モンスターは全部倒したみたいだな。お宝、お宝。お、あった。どう、悲劇の戦火くぐり抜け。二つ踏み荒らされた故郷を、三つ見事に蘇らせる。
お宝ハンター、ここに水産。やっと出てきたね。ウータイ最強の忍者、ユフィ・キサラギ。お前、危ないからこういうことやめろよな。相手が俺じゃなきゃ今頃どうなってるかわかんないぞ。うるさい。ウータイ復興のためあんたのお宝全部いただくよ。覚悟なあ。お宝奪うのはいいが、もうちょっと方法考えた方がいいぞ。俺の持ち物奪おうなんて10年早いよ。お宝ゲット、失敗。なあ、盗むならなんかもっとこう方法考えろよな。ああ、しまった、また泣かせちまった。仕方ない、また遊んでやるか。で、あいつはなんで俺のメアド知ってんだ。かかってこい。よっしゃ。
Conflict resolved. Activating combat mode.お前、あの村を空爆して平気なのか？俺全然納得いかねえ。我が社の不祥事の痕跡は全て消される。それを支えるのも我々タークスの仕事だ。またそれかよ。こっからが本番だ。これまでだから頑張ってるって。Activating combat mode. 邪魔すんな。Yeah.
Activating combat mode. ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。
Activating combat mode. Resolved.